ヨシキリザメ、ヨシキリザメ、ヨシキリザメ、英名、ブルーシャーク、学名、は、メジロザメ科に属するサメ。地方名は、アオブカミズブカアオタアオナギなどがある。本種のみでヨシキリザメ属プライネスを形成する。世界中の暖かい海に幅広く生息し、長距離を回遊する。全長2から3メートル、主にイカや魚を捕食する。成長は早く、 4から6年で成熟する。胎盤形成型の体制で、一度に最大100尾以上の子供を産む。日本に水揚げされるサメ類の中では、最も多く、資源量も豊富である。肉やヒレ、皮、軟骨などが利用されている。人や船を襲うこともあり、危険性が高い。最も広範な分布域を持つサメの一つ。世界中の熱帯から、 温帯海域に広く分布する。外洋の海表面から水深350メートルまで見られ、水温十に摂氏20度を好む。高度海遊性サメ類の一つであり、非常に長い距離を海遊する。日本近海のヨシキリザメは、黒潮と親潮がぶつかる、潮目のやや南の海域で生まれ、幼魚の頃まで潮目の海域で成長する。成熟期前になると、オスは、 南の海域に、メスは、北の海域に分かれて生息する。成熟して生魚になると、メスは南下して、オスと同じ海域に生息するようになるが、交尾機以外は、死有で分離していると言われている。理由は、よくわかっていないが、サメの天敵は、サメ自身であるので、自分より、大きな個体から捕食されるのを防ぐためだとも、言われている。 最大で全長400センチメートル、体重205.9キログラムに達する。全長6メートルになるという記述もあるが、公式な記録はない。体型は細身の流線形。糞は長く円錐形。目は比較的大きい。背側の体色は鮮やかな綾お色で、英名の由来にもなっている。宮城県では青なとの別名もあり、中国語でも大青ハゼ。 ダーチンシャーと呼ぶ地方がある。腹足は白色である。両角馬は異形。上顎ご馬は幅広の三角形で巨子園を備え、先端は広角に向かってやや傾く。下顎ご馬は単線頭で細身の三角形。比較的小型の甲骨魚類やイカが主要な餌生物であり、他に無脊椎動物、小型のサメ、哺乳類、鶏類の死骸。 稀に海鳥も捕食する。餌生物の指向性は乏しく、機械選択的な捕食を行う。他のメジロザメ類には見られない特徴として、最急にエラ歯を備える。天敵には、カリフォルニアアシカザリフィスカラフォーニオネスやアオザメ、ホホジロザメがいる。大型個体の天敵は、ほとんどいない。オスは4から5年、182から281センチメートルで、 成熟する。メスは5から6年、221から323センチメートルで成熟する。体勢。胎盤を形成する。妊娠期間は9から12ヶ月。メスは卵核線に精子を長期間保存しておくことができる。産脂数はメスによって4から135尾まで、主に母体サイズによって異なり、平均約35尾。 生まれてくる子供は35から50センチメートルである。寿命は20年以上と考えられている。飼育が比較的難しいとされているが、仙台海の森水族館が常設展示を目指し挑戦しており、2017年2月21日に飼育日数245日を達成して最長記録を更新している日本国外での記録霊学世界記録と見られている。 この個体は飼育日数252日で死亡した。日本では最も水揚げ量が多いサメとなっており、1992年から2009年の水揚げ量は8700から16000トンである。マグロハイナワなどでのコンタクが主で、ヨシキリザメが漁業対象になることはほとんどない。スポーツフィッシングの対象になる。 ヨシキリザメの肉には独特の弾力があり、かまぼこやハンペンといった魚肉練り製品の材料として欠かせず、またヒレも中華料理の高級食材であるフカヒレの原料になる。日本国内において食用となるサメ類の約9割は京仙沼漁港で水揚げされるが、その大半はヨシキリザメとネズミザメ、モウカザメである。ヨシキリザメの魚肉は水っぽく、 サメ独特のアンボニア臭もネズミザメより強いものの加工品としての需要が高いためネズミザメよりも高額で取引されるという。また宮城県や岩手県ではフカヒレの加工が盛んで香港や台湾などへも輸出されている。近年は軟骨をコラーゲンなどの摂取を目的とした健康食品に加工販売することも行われている。ヨシキリザメは人を襲うこともあり、 実際1580年から2015年の間に人身事故が13件確認されており、人に対して危険であると言える。攻撃前の行動パターンとして遊泳者の周囲をゆっくり旋回することが知られている。時には15分以上にわたり何度も旋回を行った。あと、攻撃に移行する。最初の噛みつきはいわゆる試し噛みの場合がある。 常に攻撃的であるとは限らないが、サメがゆっくりと接近してきた場合は注意が必要である。食料として見た場合、ヨシキリザメの体内に含まれる微量の水銀に注意する必要がある。厚生労働省はヨシキリザメを妊婦が接触量を注意すべき魚介類の一つとして挙げており、2005年11月2日の発表では、 一回に食べる量を約 80g とした場合、ヨシキリザメの接触は週に2回まで1週間あたり 160g 程度を目安としている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。